なんと17時半。トラッドのドープラッドトーキング、皆さんこんばんは、トラッドの近藤孝之です。こんばんは、トラッドの小野大輔です。今週もドープラッドトーキングスタートしました。さあ、そんなわけでですね、ニューシングルストレンジャーズの MV が公開されました。そうです、されたんです、ね、そうですね、はい、つい先日なんですけれども、はい公開されまして、まあそんな話をしていきたい。そうですね、していきたいんです。今日思い出話やらよもやま話、よもやま話、はい、よもやま、この MV 撮影に関するね、いろいろなことが起こったんですよ、この日、撮影の日。うん、覚えてるっていうか覚えてないの、逆に なんで記憶喪失になっとるんじゃ。それが聞きたい、楽しみ、新鮮な気持ちで聞くから。なるほど、リスナー目線か。リスナーのつもりで今日聞こうと。そんなことがあったんだ、参加せや。レイディオに、レディオショーに詰まされる思いです。まあでもいっぱいあるよ、きっと喋ること。そうですね、多分思い出していくと思います。はい、そんなお話していきましょう。はい、早速始めてまいりましょう。トラッドのドープラッドトーキング、今日も最後までよろしくお願いします。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りします。トラッドのドープラッドトーキング、ストップウォッチがさ、これだ。改めまして、近藤孝之です。はい、小野大輔ですよ。雑だな。ここにあらずな感じだよ今。だってさ、はい、びっくりしたんで、オープニングでスマホがないからさ、今スマホでさ、ストップウォッチ動かしてるじゃない、ないんだよ。だからもう正確な時間今分かんない。今日はだからエンドレスでやっていいってことだね。俺測ってるけどね。なんだ。なんだ。教えてよ。教えてってか、ずっと測ってんだけど俺。まあ。そうだよね。あのね、片っぽだけ測ってればいいんだよこれ。だから近藤くんにじゃあお願いしつつですよ。はい、ストレンジャーズの MV について時間いっぱい話していきたいなと、思うわけでございます。まあ、まずはプレミア公開で一緒にご覧いただいた皆さん、本当にありがとうございました。改めて MV についてお話ししていきたいと思いますけれども、いやー、まずあれだね、場所だよね、場所ね、あれはどこだと思いますか。西海岸ね、そうだね、まあ大きく分けると、海に面した展望台、そして、なんだ、ちょっとアメリカンなね、テイストの、あれはモーテルだよね。モーテル、あれはモーテルですよね。そう、モーテルの中で、まあ2人が旅してるイメージだったと思うんですけど、その中でこういろいろなんかこう料理作ったりとかね、ゲームしたりとかしているような様もあったと思いますけれども、どこだと思います？ビバリーヒルズとか千葉。普通まあそうそう、千葉の方にですね、富津岬というところありまして、そこにあるんですよね、あの展望台。展望台、特殊な展望台がねございましてね、まあ見ていただいた方わかると思うんですけれども、まあ階段がこう、折り重なっていって、そうですね、まあ、いわゆる踊り場って言われるそのね、平たい部分が幾層にも重なり合って、そう上に上にと、そうですね、ね、幾何学模様に構築されてるような感じでしたね。あれどう言えばいいのかな。いや、これ言葉では説明できないよね、あの形状は。あれなんだろう、俺エッシャーとかで見たような気がする。エッシャーの絵とか絵画でね、上に上がってると思ったら下に降りてるみたいな、そう、トリックアートみたいなやつね。まあでもそんな感じだったよね、そう、それが、アーティスティックなね、場所だったんですけれど、すっごい風強かったよね。風が強かった、本当にまさかのね、揺れてたもんだって。
はい、強風に見舞われました、ね、うん、すごかったね近藤君ね、特に途中からもうめっちゃ俺いじられてたもん な、 なんか、うんうん、髪型が俺だって毛先金髪じゃないですか、うんうん、でなんか僕襟足ちょっと長めだから襟足が風でバッサーってなってて、うん、それをこう後ろから眺めてるプロデューサーさんたちが、うん、煉獄だ煉獄だっつって、うん、煉獄京次郎だっけ、うんうん、煉獄さんだっつって現れたんだよね、うん、普通に、うん、わーっつってみんなでテンション上げるっていうねありましたね。なんかでも俺はあれ気持ちよかったんだよね、すごいあの強風が。本当、うん、へー、猛暑日だったじゃない、すっごい猛暑日でしたね、暑い中で撮ったんですけれど、むしろあれが一服の清涼剤になって、うんうん、なんとか無事最後まで撮り終えたかなという感じでしたよ。しかも、うん、あれ予報ではあれだったよね、ものすごいこう、うん、何豪雨、うん、暴風で豪雨の予報だったんだけど、うんうんうん、ずっと持ったよね、持ったね、なんか微妙な降水確率でもあって、うん、降るか降らないかみたいな感じだったんだけど、うん、降らなかったんだよね。あのそう午後は降らなくて、うん、あじゃあ午前降らなくて、うん、午後はあの豪雨に注意って出てたんだけど、うんうん、降らなくて、うん、降らなかったねとかって話してたら、うんうんうん、その間あの都心では氷が降ったっていう、あーあの日そうだね、そうそうそう、そんなニュースが入ってきて、そういや本当に奇跡的にね、うん、最後まで撮り終えることができて、そうだね、すごかった、うん、持ってるねやっぱね、そう、うん、すごい僕はみんなにあがめられて、すごい本当に晴れ神様だその都度大野くんがもね、はあ、もうなんか飽きてきたっつってもう晴れ男をあがめるのは飽きてきたよっつってそうそうそう、でも本当にね良かった、うんうんうん、外を歩くシーンもね実はたくさんあって、あった、ね、うん、まあ、ストレンジャーズっていうタイトル自体が、うん、異邦人、まあ、海外で、こう出会う見知らぬ人、ね、つまりイコール旅人なんだよね、うんうん、だから2人で旅をしている、そうですね、うんうん、そのロードムービー感もちゃんと出てたし、小野くんが結構クラシックカーを実際に運転したりとかさ、あね、あれに乗せてもらったりとかして、はい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 、楽しかったなと思いますね、すっごいすごいアメ車ね、うん、アメ車だったね、うん、幅2メートル以上あったよあれ、ね、確か、うん、めちゃくちゃでかい車運転させてもらって、うん、ちょっとだけだけど、うん、楽しかったあれ、そう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 、テンション面白かった、うん、あのシーン一瞬なんだけどね、あそうなんだ、モーテルに到着する、シーン一瞬なんだけど、うん、もう何回でも撮りたかったもん、あずっとあれでいいと思った、何回も撮ったしね、あれね、そうだね、いろんな画角で撮ったんだけど、うんうんうん、いやあんなもんじゃないよ、あそう、もう全編あれでもよかった、いやいやそうだよね、全編アメ車に乗るロードムービー俺たちっていう、うん、ずっとねでも全然たどり着かないずっと車中で歌を歌ってる一緒だ車中から物語が進まんっそうなの、でも行くところ行くところ楽しいことが待ち構えていてですね、うん、テンション上げ上げでしたけれども、うん、何ですか特にここっていうとこある、こう近藤くんが見どころ、実はまだ見れてなくて、マジでか、今の時点ではね、はいはいはい、俺料理したんだけどあれ使われてんのかな、使われてるよ、あ本当にあそうなんですね、よかった、使うでしょよかった、本当に作ってるからさあれ、本当に作ってるよ、ね、うん、よかった、うん使われてるよ、ほっと胸を撫で下ろします、見てる人がおいしそうって多分言ってるよ、あ本当に言ってる、よかったです、よかったです、うん、あとね、うん、ロングタイムジェンガあったでしょ、あった、ロングロングジェンガあったでしょ、全然決着つかなかったね、ジェンガやってるんですよ劇中で、うんうん、一瞬だけ、うん、一瞬だけ映るんですけど、うん、30分ぐらいやってたんじゃなかったっけ、やってたね、絶対負けねえっつってなんか、うん、あれで押した俺あれで押した説もあるもんね、そうだね、あれを早く上げてればもっと早く帰れたのにって帰りのロケバスで思ったそうだよね、うん、負けず嫌いかって思った俺、ね、いやっていうかね本当にもうそろそろいいと思って雑にやっても全然崩れないの、そうだよね、そう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 、実は、うん、はい、あの一瞬ですけれども、うん、30分ぐらいかかってます、あそうなんですよ、そうでした、いやいろいろありすぎてね、そうだね、うん、MV についてっていうと、うん、まあ本当でも、朝、う
うんうん、朝東京都内を出てから、うん、実はねちょっと渋滞に巻き込まれまして僕ら。あ、そうでしたね。開始が1時間以上押したよね。2時間。そっか、2時間近く押したのか、うん、2時間押した。あのね、波乱のスタートだった。そうでしたね。でそこから言っていたように風、うんうん、そして雨の心配もしつつ、はい、そして猛暑日、うん、すっげえ暑かったんですよね。そう、これね、いろんなことが起こって、うん、うわー大変しんどいって思ったりもしたけど、うん、結果楽しかったって終わったよね。そうだね、うんうん、思い出になりましたね。いやこれね、でも本当ストレンジャーズの曲まんまなんだよね、うん、まんまだった、うん、あのモーテルもすごい良かったですよね。モーテルね、うん、なんかよくわかんない電話のシーンがさ、うん、最初よくわかんなくてさ、ね、うんうん、誰に電話するか決めようっつってね、うん、そうそうそう、菅沼くんにしようっつって、そうそうそう、ずっとね、そう、小野くんはずっと海外にいる体で話してんだけど、うん、ちょっとどこ？カリフォルニアだよって言ってんだけど、そう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 、近藤くんがあの、ね、変わるとね、千葉、千葉、バラすっていうやり取りをしてますよ。千葉にいるよっつって。うん、あ、うん、でも本当に楽曲に寄り添ったいい MV が撮れたと思うんで、うん、あ、はい、ね、まだ見てない方見れるそうですよ、まだ。あ、そうなんですか、うん、見てみよう。近藤君も見てくださいそちらの方で、ね、お客さんと一緒に、ね、のタイミングで、そうですね、はい、あ、はい、そしてそして、はい、ジャケットも解禁されました。そうなんですよね、はい、こちらも、それぞれの旅行カバンを持って、はい、これから旅立つぞという。そうです、はい、おしゃれなね、バッグを持ってね。おしゃれだよね、うん、ちょっとモダンな感じで。あのスタジオめっちゃおしゃれだよね、うん、あそこもね、うん、ちょっと遠いとこだったけど、遠いね、あそこもね、確かに。でも素敵なとこだったね。そうなのよ、うん、俺たちだから多分仕事で旅させてもらってんだね、ずっと。あ、それはそうだね、あるよね、うん、まあその甲斐もあって、うん、まあちょっと遠いななんて文句も言いながらもね俺がいやでもめっちゃいいジャケット、うん、そして MV になっておりますの で、 そうです、ね、ぜひぜひご覧くださいませ、はい、改めてストレンジャーズ11月4日に発売となります。ぜひぜひよろしくお願いいたしま す、 しいします。はい、そしてですね、ライブについての詳細も発表になりました、うん、ライブタイトルはトラッドスペシャルライブ2021トラッド。開催は2021年10月23日、開演時間の方がですね、うん、17時半となっております。なんと17時半初公開。そんなにいいお客さんだな、めちゃくちゃ反応してくれてる、ね、これ新情報だから。17時半です。17時半開演でございます、はい、会場は神奈川県民ホール大ホールということでございます。気をつけてくださいよ。何、気をつけてください。小ホールじゃない、中ホールじゃない、あ、大だと、大ホールだと、ぜひぜひお間違いのない新情報、新情報ずっと言ってるはずなんだけど、はい、はい、ということで、まあでもあと1ヶ月と迫ってきましたね。うそうだね、そう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 、あ、迫ってきましたよ。 あっという間ですよね、本当にね。うん、ようやくね、うん、そろそろ形が見えてきた感じですか、うん、僕らは。そうなんで、うん、はい、ここからもう、うん、かましていきましょう、精度上げていこう、うんうん、頑張りましょう、うん、はい、こちらですね、ミニアルバムトラッドに封入されている優先販売申し込みの受付がですね、来週までとなっておりますので、お、もうくれぐれもこちらお忘れなく、うん、後でやろうと思ってね、うん、こう忘れてたみたいなことあるあるでありますから、あ、こちらもう今やってくださいああ、うん、明日やろうはバカ野郎ね、よく言ったもんだ。思い立ったが吉日ですよ。明日なら間に合う。そう、9月14日までだから。そうなの、明日やれば間に合うよ。そう、来週までですからね、うんうんうん、あと5日間ぐらいですかね。やってくれ、はい、頼む、お願い、頼むよお願いし、懇願しておりますけどその他ライブ開催にあたっての諸注意などを公式サイトなどに掲載されておりますので、あらかじめこちらご確認くださいませ。はい、はい、ではここからはいただいているメールをご紹介してまいりましょう。こちら、ラジオネームささくれマシンガンさんからいただいております。すごい。近藤さん、小野さん、スタッフの皆様、こんばんは。こんばんは。今のご時世、少しでも免疫力を上げようと、朝とお風呂上がりに1杯ずつ乳酸菌飲料を摂取しているのですが、より自分の中でその効果を高めるための、暗示として、うん、朝の1杯を抗菌、お風呂上がりの1杯を殺菌と、うん、勝手に名付けております。いいですよ。お二人は何か自分だけの呼び方をしたり、オリジナルで物に名前をつけたりすることありますか？なるほどね。
だそうでございます。これねいいですよ、うんうん、あのこれは思い込みというかね、アファーメーションって言うんですけどね、スピリチュアル業界ではね、アファーおバカしてんな。アファーメーションするとこうなる、ね、多分アファーって、いやいやいや、アファーメーションってどういう意味なの。まあ宣言するみたいな、うん、まあ、言葉に出して自分にはこう落とし込むみたいなことですよね、アファーメーションっていうのは。だからこれね理にかなってるんですよ、うんうんうん、殺菌されてるし抗菌もされてるんです本当に。なるほど、うん、言語化することによってより高まる。そう、はあ面白いねそれね、うんうん、いいと思う、うん、言ってんだろうねきっとね、うん、朝飲むときに、うん、抗菌んー殺菌言ってんだろうね。すごい芸達者な人だね。何ですか今その人、そのささくれマシンガンさんは、の人、ささくれマシンガンさん、いや言ってると思うよ、芸達者だよね。とかけんって言ってんの、あの言霊ってあるからね、うん、やっぱ、うん、言ってると思う。勝手に名付けているだけじゃなくて、うん、多分言ってると思う、ね。じゃあ日によってさ、うん、シリアスバージョンとかもやってもいいんじゃない。よし、じゃあシリアスバージョンは近藤君にやってもらいましょう、うん、抗菌アファメーションしてる、アファメーションしてる、成功だアファ魂が抜けた、アファすいません、この流れで何なんですけども、夜の殺菌の方もいただいてよろしいでしょうか殺菌アファアファーメーションした、アファーよかった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 、アファーメーションこんなんじゃないんだけどニュアンス変えてやっていきましょうね。え、ニュアンス変えてね、毎日。あ、でもそうだね、うん、ローテーションというか、うん、まあなんて言うんだろうな、こういうのなんて言うんだっけ、必ずやることによってそれを習慣づけていくってこと、ジンクス、ルーティン、そう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 、ジンクスがちょっと悪い意味があるからルーティーンって言い出したんだよね確かね。ああそうなんだ確か、うんうん、ルーティーンだ、ルーティーンいいね、これぜひルーティーンにして今みたいにいろんな口調で言ってみると、殺菌みたいな、抗菌かっこよく今バラを加えながら、ね、そうそうそう、バラをスッって投げながら、ね、そうそうそう、ぜひ皆さんお試しください、はい、ぜひぜひ、はい、これからもですね、私たちへの質問疑問やってほしいこと何でも OK です。メールお待ちしております。それではここで1曲お聴きください。11月4日発売のニューシングルより、トラッドでストレンジャーズ。トーキングザ・ランキング、
いろいろなものの個人的ランキングのベスト3とその理由を送ってもらい、それと同じテーマで僕らの1位もご紹介していこうというコーナーでございます。はい、今日も好きなもの存分に語っていきましょう。イエス。ではメールでいただいているものをご紹介していきますよ。まずはラジオネーム笹鎌さんからいただきました。好きなウサギのランキング、では第3位、ウサギ、ドワーフラビット。おお、そこか。ああそうなんだ、うん、その反応、うん、まああのウサギ界の有識者ですから。そうですね、これは納得の順位ですか。人それぞれですよね、ウサギに関してはやっぱり。おお、なるほど、なかなかクロートな目線ですね。3位か。ちなみに笹鎌さんは垂れ耳のここがめちゃくちゃ可愛いですというコメントをいただいておりますけど、それについては同感です、うん、同感ですか、わかりました。すごい冷静なんだけど、はい、続いて、はい、第2位、はい、ミニウサギ。あ、ミニウサギですね。あーやっぱ知ってんだね、うん、ミニウサギはあのいわゆるミックスですよね。はあ、なるほどなるほど、うん、あの育ってみて、分かるという感じですね。へえ、どう育つかはあの予想がつかない品種になってますね。予想がつかない、まあ、そういうとこは魅力にもなるんですかね。そうですね、笹鎌さんからは、うん、子供の頃はちっちゃいのに大人になると貫禄が出るのがとてもギャップですと。あ、そう、そうですね、だから親御さんのどっちかに大きい種類のウサギさんがいる可能性がありますね。うわ、なるほどね、さあでも第2位なんですよ。そうですか。第1位はもう、ね、近藤先生はもうすでに、私はもう、はい、あれしかないかなと思っております。予測はついていると。はい、予測はついてます。わかりました。ではかけてもいいです。はい、かけんの、うん、かけてもいいです、うん、え、いくらいくらいくら、いや、何ペリカ、何ペリカ、何ペリカ、500万ペリカ、500万ペリカか、そんなでもないな。大きいの、どうなんだ。ですね、じゃあ第1位、はい、いきます。はい、ミニドワーフラビット。あれ、違ったな。何なんだ、そうか、何なんだそれ。500万ペリカ飛んでいったな。500万ペリカだから大丈夫だよ、大丈夫、まだ生きていける、大丈夫、ね、チンジロリンで稼げば大丈夫。チンジロリンはいつの時代なんだ。全然まだ脱出できる。ほんとほんと。さあ、笹鎌さんからは、実際に今飼ってて可愛いからですというコメントをいただいております。ミニドワーフラビット、これはでも知ってるんでしょ。ミニドワーフラビット、うん、知らない。え、第1位になんとウサギ師匠こと近藤くんが知らない、知らないウサギ師匠、ウサギさんがいろいろ本書籍とか読んでますけど、やっぱり育てるために、うんうん、何ミニドワーフラビット、ミニドワーフラビットです。最近出たんかな、うん、そうなんだ、ごめん ねラビット近藤でも知らない。誰がラビット関根みたいな。知らないウサギがいたということで、じゃあちなみに、近藤くんの第1位は、第1位は、ね、やっぱり私が飼ってる、うん、ネザーランドドワーフっていう。あ、その子の名前は聞いたことある、はい、ネザーランドドワーフ、ドワーフ、うんうん、この間茅野ちゃんがさ、うん、間違えてサザーランドドワーフっつってて、キファーサザーランド書いちゃっててジャックバウアー、本当に申し訳ないと思ってるピョン。かわいいってことだ、こわかわいい。あ、今画像を出してくれましたよ。あ、そうですね、かわいい。わ、みんなも検索するといいよ。うちのアメちゃんの方がかわいいですけどね。うわ、かわいいね。で、2位はね、ドワーフフォトっていう。ドワーフフォト、ホトハラのフォトですか。あのカタカナでフォトっていうんですけど、あれいないかな、ドキドキしてきた。どんなこと。あ、そうです、ドワーフォトっていうのは、目でか、そう、あのね、アイライン引いてるみたいな子なんですよ。すっごい可愛いの。フォトちゃん可愛いね。そうなの、うん、可愛いでしょ、本当にアイライン引いてるの。うん、そう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 、もっとなんか細い目かと思ったら、そうすっごいクリックリの目してんだね。そうなの、この子ちょっとお迎えしようか今悩んでんだけど。うん、どういうこと、何それびっくりしてんだよ。2話目ですか。あ、まあちょっと考えちゃってね。え、さっきごめんなさい、うん、はい、そうだ、はい、聞きたかったんで、はいはいはい、引きですか、和ですか。和ですね。あ、やっぱそうなんだ。もちろんもちろん、やっぱりうさぎ有識者が言うから間違いないね、じゃあね、あん、引きってなっちゃう。俺だったらね、よかった、今じゃあ俺正解だったんだ、うん、2話目で後部になると思います。
あーんってなるのねー、耳が翼のように見えるからということで、わわというふうにね言うということでですね、はい、豆知識も入ってきました、はい、ということで、はい、今日は以上でございます。皆さん自身のランキング、そして僕たちに話してほしいテーマのランキングを送ってくださいませ。お待ちしております。以上ザランキングでした。トラッドのドープラットトーキング。でも17時半ってさ中途半端じゃない？なんか振り返さないでやめて。なんでだろうね。18時でもなければ17時でもないんだよ。で皆さんお間違いなくって話です。お間違いなく17時半でございます、はい、そしてお送りしてまいりましたトラッドのドープラットトーキング。本日の放送まもなくお別れの時間となりました、うん、この番組ではメールを常に大募集中なんです、うん、質問から希望要望コーナー宛てなどどんなことでもいいのでぜひ番組宛てにメールしてくださいませ。メールアドレスは trd@joqr.net trd@joqr.net です。ここでトラッドからのお知らせ。トラッドのファーストシングルストレンジャーズは11月4日発売。こちらは10月スタートのテレビアニメ吸血鬼すぐ死ぬのエンディングテーマとなっております。初回限定版、通常版、アニメ版、キャニメ版の4形態での発売となっており、初回限定版とキャニメ版には MV やメイキングが収録されたブルーレイが特典でついてきます。さらにキャニメ版には吸血鬼すぐ死ぬの原作ボンノキイタル先生の書き下ろしアクリルキーホルダーもついてきます。こちらもぜひ。そしてテレビアニメ吸血鬼すぐ死ぬは10月4日より東京 MX 他にて放送開始いたします。詳しくは作品ホームページをご覧ください。はい、またトラッドスペシャルライブ2021トラッドの開催も決定。開催日は2021年10月23日、会場は神奈川県民ホール大ホールです。またこちらのライブはオンライン配信の予定もしております。発売中のミニアルバムトラッドにチケット販売優先申し込み券が封入されております。こちら締め切りが来週の9月14日までとなっております。お忘れなく、うん、その他最新情報はトラッドの公式ページや SNS をご確認くださいませ。ドントミスウェッタ。いやいやクリスペーパーだぞこれさ、確かに忘れてる人いるかもね。そうですね、ね、もったいないから ね、ミニアルバムだいぶ前にね発売されてるんですけど、6月ですから。紙入ってた、そういや入ってましたね、うん、俺も、うん、俺も申し込んだ方がいいのかな。そうだね。ちょっとどうなるか入れてくれるか分かんないよ。だってそうだ、ね、どうなるか分かんない。そうだそうそう、ちょっと待ってください、ゲット見せてください。そう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 、予約しなかったの。そうそうそう、あの時だ。もう悔やんでも悔やみきれませんから。いや本当だよ、だからもう 今やってください。はい、はい、今やりましょう。ということでお願いします。それではあの MV やジャケットの感想もね、はいはい、お待ちしておりますので、はいはい、ぜひ送ってくださいね。お待ちしております。はい、ではまた次回お会いいたしましょう。お相手はトラッドの近藤孝之と小野大輔でした。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りしました。